お楽しみはここからです。心配ありません。これで終わりにしましょうか。無駄だ。止められないよ。一気に行くよ。美少女錬金術師たる俺様の力、存分に見せてやるぜ。天使は宇津潮の人間と協力を、堕天使は隔離用の力を用いた。お互い当初の目論みが移ろい、その力は奇妙に拮抗している。だが因果の必然の中で神ならざる者たちはつまずき、やがては破綻が生ずるだろう。その鍵は二人の得意点、そして我が慈しが握っている。我が主よ、あなたの望む未来は。ラカム、大変だ。動力機関が火を吹いてるぜ。心配すんな。天国の門を振り切った推進力なんだぜ。うん、分かった。本が飛んでっちまったのも平気だよな。うわ、なんだと？どこだ？どこの方が吹っ飛んだ？おいおい、やばいのかよ。見事な船と操舵技術だ。最悪でもカナンでも驚いたものだが、歴史上でも稀に見る才能かもしれぬ。落ち着いている場合か。防壁内は妙な力場が働いているんだぞ。くそったれ、こうなりゃ一か八か。団長、みんなを尾翼前に集めて伏せてろ。尾翼に？船の後ろに集めてどうするんですか？このままパンデモニウムの壁面に突っ込む。なんだと？君は正気なのか？心配すんな。天国の門は突っ切った選手なんだぜ。だが檻の中に罠がないとは言い切れん。なんだと？ラカム、貴様の策に乗ったぞ。先んじて壁面に通り道を作ってやろう。お、ありがとうよミカエルさん。建物全体を倒壊させないように頼むぜ。ミカエルまで乗り気かよ。無謀なやつを応援する癖でもあるのか。でもきっと平気です。さて準備はいいかい。坊、毎度毎度無理させてすまねえが、ここが俺たちの正念場だ。突っ込め、グランサイファー。
おかしいな。絶対ここだと思ったんだけど。あ、お菓子が落ちてるぞ。空の民がこしらえたおはぎだ。うそ、どこどこ、おはぎどこ。アズ、見つけた。まっ、うわー、重い。母ちゃんはすごいな。見てごっこは天使で一番だね。二人とも、いい勝負だったわね。そこの木陰で休憩はいかが？うん、賛成。でもアズは素直すぎるのよね。さすがにちょっと心配になる。大体、道に落ちてるおはぎってどうなの？平気だよ。砂パッパで、いつもの味と一緒だもん。はあ、おはぎの話すると、心がおはぎになるね。みんなは何のおはぎになりたい？なりたいおはぎ？僕は、つぶあんになりたい気がするな。私はくるみ。見た目もなんだかおしゃれだわ。椅子はきな粉でしょ？はあ、二人ともなんで普通に答えてるの？あんまりアズを甘やかさないでよね。司教の任務って二人一組が基本でしょ？道中の会話でうちはいつも疲労困憊よ。そっか、いつもごめんね、椅子。でもアズは椅子と一緒で楽しいよ。別につまんないとは言ってないでしょ。うちだってアズと一緒で。本当？わーいわーい。結局椅子も甘やかしてる。うんうん。でも最近は任務も慎重に進めないとね。前にミカエル様が言ってたの。各地で青少女が反乱を起こしてるって。あ、うちらもさっき聞いたよ。次の任務地では特に注意が必要みたい。だからうちらも真面目に死後厳禁で頑張るんだよね。はいはい。ねえねえ、お弁当は何にする？お菓子は一人三個までいい？この調子は絶対に喋るな。約束を破ったらお菓子没収だからね。かーん。なんで二人まで？早すぎる。能力は一緒のはずなのに。思い出すんだ、アズ。君は司教の天使アズラエルなんだよ。いつもどこかにいるのか。僕たちの言葉は君に届いてる。右よ、危なかった。あの黒い双剣がまとわせてる力はルシフェル様を葬り去ったものよ。多分赤き地平に由来する何か。きっと私たちの体も再生できない。赤き地平、あの黒衣の男の仕業か。つまりアズを何とかするにはあいつを止める必要があるってこと？わからないけど、このままでは拉致が開かないわね。母ちゃん、ここは一旦説得を諦めましょう。とりあえずアズの身柄を拘束するの。時間が経てば彼女の身に変化が起きるかも。待って、なんだかアズの様子がおかしい。まるで力を貯めて。嘘、まーちゃん、ダメだ、早すぎる。ルスラグナ、今の奇襲をかわせるのかよ。反射神経の回路が見てみたいぜ。二人とも待たせたな。こっちに乗り込め。翔くんは、よかった、連合と合流できたのか。おかげさまでな。今はパンデモニウム上陸作戦中だ。ありがとう、助かったわ。でもアズはまだ会話できない状態で。そうか、実はあっちにも似た雰囲気のやつが。そのパターンは読めてるぜ。
威嚇にも反応するぞカリオストロ。さっき言ってた結界はできるか。はあ、実験場の技をいきなりかませってのか。面白い。甲板の中央に誘い込め。結界、実験場の技だって。まあ俺様たちに任せろ。ちょいと加減すりゃ高速程度に。またアズの様子が変わった。どうなってやる。まだ何も仕掛けてねえってのに。アズ、アズ、うちの言葉聞いて。周りを見て。ここは空、黒き怪物の中では。怖がらないで。苦痛も恐怖もない。ほら、目の前にハーとマーがずっと会いたがってた。わからねえ。だが消えちまった時の黒い影は出てきた時に見たもんと一緒だ。黒き怪物の中か。アバターに取り込まれた後も意識があったってことなのかよ。数千年にわたる苦痛と恐怖だ。まなくそ悪いにも程があるぜ。苦痛、恐怖、二人は巻き込まれたんだ。偶然で、任務の途中で反乱の現場に。おい、お前たち一体。急ごう、まーちゃん。僕たちはアズたちの後を追わないと。そうね、はーちゃん。ありがとう、お二人とも。彼女たちは私たちが何とかするわ。おい、この方角はパンデモニウム。オイゲ、俺様たちも戻るぞ。ん？そこにいるのはサーリー？副官、失礼。所長補佐官。研究所で見るなんて珍しいね。何かあったのかい？何もない。何もないけど呼ばれてきたんだ。だが見たところ体の 50% が再生直後だ。大方稼働検査で呼ばれたんだろ。検査、そうか。検査は嫌だな。頻度を減らすように言っておこう。研究所の管理体制は画一的すぎる。だが俺は本当に心配だよ。ここ最近の君の活躍は聞いてる。閣僚の大軍を追い払ったんだろ。ただ葬った。殲滅対象についてはわからない。人間社会で言えば勲章者だぜ。君は他の獣が稼働不能になる中、体の 50% を失っても戦い続けた。もっと遡ると古代兵器を操る一族も月の連中のちょっかいも交代させた。さすが啓示を司る天使。戦闘能力は四大天使と同等以上だろう。ただ葬った。比較対象についてはわからない。敵にも味方にも興味がないのか。じゃあ戦場で何を考えてるんだい？戦場では何も。では今は何を？今は見たいものについて考えている。検査が終わった後に見たいもの。見たいもの？芸術鑑賞の趣味があったのか。OK、 検査は今度でいい。担当の者には俺が伝えておこう。本当？ああ、二人で口裏を合わせよう。あと実は俺も今日はオフでね。その鑑賞に付き合ってもいいかい？
構わない。目的地は居住区の公園だ。はあ、アリの巣？アリの巣。お、行列だ。巣穴に食料を運んできた。うん、せっせこせっせこけなげだね。君の持ってきたパンを与えてみては？そうする。おっと、まんま置いても重量オーバーだろう。ちぎってパンくずにするのはどうだい？なるほど。さて、何時間が経った？オフは毎回この趣味に勤しんでるのか？趣味？趣味かどうかはわからない。ん？興味の自覚は自我形成の基礎だが、少々リミッターが効きすぎたか。リミッター？第三世代以降の天使には知性に制限がかかってるんだ。ルシフェルの性能にビビった最高評議会の意向で決まったんだが、母さんが適当だから個体によって程度の差が出ちゃったんだ。あ、これ一応機密情報だぜ。そう、道理で僕は会話が拙いわけだ。必要なかったのに。半端な知性も未熟な自我も。随分と自虐的だな。僕はアリになりたい。何も考えず戦える兵隊アリに。戦場で考えるのが嫌なんだ。まさか君は誰かを傷つけることが苦痛なのか？驚いた。でも納得できる気がするよ。敵にも味方にも無関心を貫き、役割に反発心を持たないようにする。役割と性格の乖離、ファーさんは興味あるかな。ファーさんなあ、サリー、打天使に転属する気はないか？実は君の力が必要でね。任務は君の性格を考慮する。君は兵隊アリじゃない。意に沿わぬ殺戮をする必要はないんだ。殺戮の必要がない？参ったぜ、ほとんど無傷かよ。だがここまで抑えりゃ、あとはサンダルたちに任せんのも悪かねえ。悪かねえんだが、できるわけがねえ。俺が怠慢勝負を降りると思ったか？ぬあリタカ・ウリエル・ドライバー！ここまでか。ならサリエルとダブル KO で。嘘だろ。だがてめえの羽はちぎっといた。今は浮上することもできねえはずだぜ。さっさと殺せ。そんで永遠にここで暮らせ。永遠に殺せ。させないであります。うーむ、キリモミラッカザーは失敗であります。団長殿はすごい。バカ、なんで来た？人間がサリエルに太刀打ちできるかよ。我が槍、かわせるものならかわしてみせるがいい。力と力ではウリエル殿のおっしゃる通り。だが技を織りなせば対抗できるはずです。はぁ、後期前面と背面に隙ができたであります。お二人とも今でライトフリーゲル、ロード・オブ・ブリッツ。お待ちを。あの黒い影は一体？
逃走か。だが、奴に正常な意識。では、第三者の思惑でありますか？何か起きて、戦力が必要になったと。嫌な予感だぜ。お前たち、戻って状況を確認するぞ。驚いたよ。まさか本当に生きてたとはね。貴様こそ粛清で滅びたと思っていたぞ。まあ実際やばかったよ。傷の再生にもかなりの時間がかかった。で、生きながらえて何をしている？空のためにすり寄って計画を諦めたのか？まさかと言いたいところだが、正直言って停滞中だ。ルシフェルが一度も隙を見せない。数千年の間ただの一度もね。ルシフェル、奴自身が遺産を封ずる鍵となり、パンデモニウムの結界を守るとはな。だがコーチとは思えぬざまだ。降りるなら計画の全要素を世に渡せ。ベリアル、言われた通りワイン買ってきたわよ。ありがとう。お使いなんかさせて悪かったね。全然。お友達が急に来て驚いちゃったけどね。あの最中に突然なんだもん。でも不思議、なんで泊まってる部屋が分かったの？俺たちは同類の気配を感知できるんだ。バブさんは少々毛色が変わってるけど。同類？おい、何をやすやすと喋っている。別に隠す意味もない。とりあえず再会の杯と行こうか。ん？ワイングラスが三脚ある。あ、私も一緒にいいかな。昨日の今日で彼女面する女は嫌い？最高だ。気が利いてるよ。俺たちにぴったりの数だ。本当に？よかった。ちょっと不安だったの。ではファーさんとバブさんと俺、打天使の中核メンバーの再会に乾杯だ。打天使。ルシファーの首は回収済みか。だがなぜルシフェルにこだわる？ファーさんに世界が終わる光景を見せる。より完全に近い形で復元するにはルシフェルの体が必要なんだよ。わからぬ獣だ。計画よりルシファーが優先か。ならばルシフェルは世が始末する。貴様は因果のキロタル得意点を探せ。バブさんがルシフェルを？粛清の時は歯が立たなかったはずだろ。所詮は奴も摂理の輪にいるもの。神の範疇になき力の前では必ず屈する。OK、 計画再始動だ。得意点は俺が具合を見させてもらおう。いたずらに刺激するな。何が起きるか予測できぬ。わかってる。ただの味見さ。お互い動かせる駒も減ったね。戦術の展開は終わった。あとはつまらぬ消耗戦となるだろう。つまりドロー？ミスを誘って揺さぶる醍醐味もある。この膠着状態で世を揺さぶる？基盤の隅で沈黙する王でも動かすのか？おっと、随分でかいブツが突っ込んできた。来たか。得意点とルシフェルの光景だろう。教会の崩壊まで行くばくもない。放っておいても混沌の侵食はなるが。まあ待てよ。まだゲームは終わってないぜ。
激動の時代に現る因果の岐路、まさかここまで影響を及ぼすとはな。奴らは世が直々に始末する。貴様は前線に打って出る。待てよ。結局最後の最後まで内緒だったか。残念だ、とても残念だよバブさん。本当は隙を見て一人で神の塔に登る気なんだろう。貴様、ダカムのソーダ技術はなかなかに素晴らしいものだな。